フランセス・シェリダンはアングロ・アイリッシュの小説家、劇作家である。フランセス・チェンバレンはアイルランドのダブリンで生まれた。父のドクター・フィリップ・チェンバレンはイングランド国教会の牧師であった。1747年にフランセスは役者で劇場のディレクターだったトマス・シェリダンと結婚し、同じ時期に最初の小説エウジェニア・アデレードに取り掛かった。 シェリダン夫妻は1754年にロンドンに旅した後、仕事上の理由で1758年からロンドンに引っ越し、そのままこの町に住み続けるようになった。ロンドンでフランセスはサミュエル・リチャードソンに紹介され、リチャードソンはフランセスの執筆を励ました。フランセスの最も成功した小説はメモワーズ・オブ・ミス・シドニー・ビジュールフであり、これは日記形式で、 リチャードソンのパミラ、あるいは祝徳の報いの影響を受けている。フランセスは戯曲にも取り組み、1760年代に日本の芝居が、ロンドン、ドルリー・レーン劇場でデイビッド・ギャリックの劇団により上演された。フランセスは、さらに著名な劇作家であるリチャード・ブリンズリー・シェーリダンの母であり、息子の初期の成功作は母の芝居の影響が強い。 フランセス、S、は42歳の時、フランスのブロワで亡くなった。孫であるアリシア・レファニュが書いた電気が1824年に刊行された。ありがとうございます。